背景です。今回は渡辺 GM 辞任、西口鳥越新体制ということでですね、今回はですね、渡辺久信 GM の辞任というね報道が出ましたので、そのことについて話していきたいと思います。はい、それではね、渡辺 GM 辞任、いよいよ新体制へということで話していきたいと思います。まず記事の方から読んでいきます。西武の渡辺久信 GM 兼監督代行が退団する意向を固めていることが3日分かった。監督代行の退任が決定的になっている中、遠征などに携わる GM 職も辞する。この日までに複数の近い関係者に退団の意思を伝えている。成績低迷に伴い、球団は松井稼頭央監督の休養を5月26日に発表した。監督代行兼任となった渡辺 GM はプロ野球人生をかけて挑んでいきたいと強い抱負を口にしたものの、ここまで49勝91敗2分けの最下位、5位に10ゲーム差以上つけられて、4日にシーズン最終戦を迎える。続き読んでいきます。1日のホーム最終戦では満員のファンに、私は誰よりも西武ライオンズを愛していますとファンに挨拶した。13年に1月監督、1軍監督を退いた後、シニアディレクターや編成部長を経て、19年に GM 就任。熱いチーム愛で西武を引っ張ってきた。球団からは別ポストの出し入れもあったと見られるが、ここでけじめをつける。休養中の松井監督も退団予定。シーズン終了後に西口文也ファーム監督の1軍監督就任が発表され、ヘッドコーチとして入閣予定の鳥越祐介氏らと新体制で25年シーズンを迎えるということでですね、まあ、渡辺久信さんがね、まあ、GM 職もまあ辞めて、まあ、ライオンズもちょっと退団するんじゃないかという記事が出ました。まあ、正直ね、ここに関してはもう、まあ、規定路線といえば規定路線というか、まあ、今シーズンやっぱこれだけチームが、まあ、低迷してしまっているというところがありますので、まあ、致し方ない部分は正直あるのかなというふうには思いますが、まあ、GM を、まあ、来シーズンからは変わる可能性が高いというところと、渡辺久信さん自身もライオンズから退団をする可能性があるというところですね。で、まずまあ GM の今後についてなんですけれども、まあ、GM をね辞任するようなんですが、ライオンズを退団するかどうかってところは正直まだ分かんない部分があります。今読んだ日刊スポーツの記事ではなんか退団するみたいな話になっているんですけど、スポニチの記事だと、まあ、別ポストで残留というふうに出ていますので、まあ、正直言って、まあ、GM 職は辞めるとは思うんだけれども、まあ、その後ライオンズのまた中で何か別のポストに就くのか、まあ、あるいはライオンズ自体を退団するのかね、これに関して正直ちょっとまだわからない状態ということになっております。まあ、ただね、やはり GM 職は変わる、辞めるということなので、まあ、やっぱ来シーズン誰になるのかっていうところと、まあ、新体制がいよいよスタートしていくというところですね。まあ、ライオンズは今日10月4日の楽天戦でシーズンが終了ということになります。まあ、今日ね、まあ、シーズン終わりますから、まあ、おそらく明日以降でまたいろいろと情報はたくさん出てくるんじゃないかなというふうには思いますね。まあ、それは補強もそうですし、まあ、人事的な部分に関しても、まあ何か動きが出てくるんじゃないかなというふうには思います。まああとは秋季練習、秋季キャンプというところも、まあこの10月から始まってくることになりますから、まあそこでね、まあどんな首脳陣がどういった練習をするのかっていうところも注目ですし、まあ西口さん、鳥越さんをはじめとする新首脳陣、あとはやっぱり新 GM ですよね。で、西口さんがまあ監督になることによって2軍監督のポストも空きますから、そこに誰がつくのかというところも注目をされていきます。まあそれ以外にも打撃コーチも変えた方がいいっていうね意見がまあいろいろファンの方の中は出ていますが、まあここら辺もどうなっていくのかというところ、まあいろいろとね、やはりライオンズ動き出してくるんじゃないかなというふうに思いますから、まあまずはね、今日の最後のゲームをね、しっかりと今シーズンの最後のライオンズの勇姿を見届けて、まあまた明日以降何かいろいろ動きがあると思いますから、まあライオンズの来シーズンどういうふうにまあ改革が始まっていくのかというところ、注目していけたらと思いますし、まあオフシーズンもね、こちらのチャンネルでライオンズの情報はいろいろ流していけたらなというふうに思いますから、今後も楽しみにしていてください。以上です。はい、今日もありがとうございました。普段はですね、ライオンズの分析や解説、考察、そして最新情報などの動画アップしております。皆さんのチャンネル登録、そして高評価がね、僕の励みになりますので、よろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴ありがとうございました。